はい、こんにちは、こんばんは。白銀のハトです。今回は新しく強化されたクロウとジャガーマンについて性能解説としていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていくんですが、まずクロウからです。で、クロウに関して俺すっげー思ったことがあって、魔力放出の方が強化されたんですよ。個人的にカリスマいい強化してほしかったなーって思うんですが、なんか第一スキルの強化もちょっとおみたいな感じの性能となってます。まず自身のバスター性能アップなんですが、これもともと1ターンだったんですが、それが3回の3ターンに変わりました。まあ正直 B チェインする際にはあんまり変わりはないんですが、宝具連発ですね、システム等をする上では、まあ、使い勝手が良くなったということで、まあ、どちらかっていうとシステム軸でのバスター強化になっているかなと思います。で、そこからバスター攻撃時に自身の NP を増やすなんですが、これは 10% 固定の3回の3ターンとなっております。で、これね、敵の数が多ければ多いほど NP のリチャージっていうのが早くなります。つまり1ウェーブ目で3体いる場合、 NP を 30% リチャージしてくれるということで、宝具連発が気持ちしやすくなったよって思ってもらえれば OK です。で、そこから無敵貫通状態3ターン付与ということで、まあ無敵貫通してくれる、まあ対粛清 防御以外は、耐えることができるよという形になっているんで、まあクロウ自体割と悪くない強化になってるのかなと思います。ただやっぱりさっきも言った通り、正直強化来て欲しかったのはカリスマ E だったんで、ここどうにかならないかな、まあまた強化入った際できたら来て欲しいなって思ったりしております。はい、ということでアルペンオルタに関してはこんな感じとなっています。そして次ジャガーマン見ていきましょう。ジャガーマンに関してなんですが、第一スキルのジャガーパンチが強化されました。もともとは自身のバスター性能アップ、精神異常耐性アップ、回避2回のスター大量獲得だけだったんですが、まず CT が12ターンから9ターンに短縮されました。はい、まあ CT 正直クソ長かったんで、まあ妥当だろっていう感じです。で、そこからフィールドを森の特性にする状態を3ターン付与にスター大量獲得が強化されたという感じです。森特性付与することによってジャガーマンの宝具ですね、ジャガーマンの宝具じゃないわ、第3スキルです、ごめんなさい。森のフィールドにおいてのみ自身のスター集中度、スター発生率アップっていうのが確定で発動するようになったということで、まあシンプルにこことのシナジーを合わせたという感じです。で、スター大量獲得に関してはもともと15個だったんですが、30個獲得してくれるようになったということで、クリティカル主軸で強くなったという感じになっています。はい、ということで、まあ、ジャガーマンに関しては森の特性っていうのをうまいこと活かすための強化プラスクリ軸での強化と思ってもらえればいいかなと思います。はい、ということで今回2機のサーバントが強化されたということで、ちょっと遊んでいきましょう。はい、ということでやってきました。セイバーオルタに関してはトツカレスコ使っております。で、まず今回強化された第一スキルですね、第一スキル使うことによって無敵貫通、そして、バスター性能アップに、バスターの攻撃時に自身の NP10% 獲得付与が追加されます。ということで、まあとりあえず1回バフってぶん殴っていきましょう。で、これ宝具でぶん殴るんですが、本来だと 10% 入るのかなと思いきや、バスターの攻撃がまあ2体に入っているということで NP が 20% チャージされております。で、セイバーオルタに関しては宝具を打つことによって NP10% 獲得してくれるという状態になっているんで、ここに第2スキルと光小屋の第1スキルを合わせると宝具2連発ができるよという感じです。で、スキルのやつ見てもらったら分かるんですが、バスターの回数、2回、1回使用で、バスターの攻撃時の追加効果も1回使用となっております。はい、まあここね普通に使っていくんですが、さっき2体倒したということで 20% チャージされたんですが、ここ1体だった場合どういう風になるのかっていうと、NP のリチャージ率っていうのが変わります。はい、まあ普通に宝具打ちます。まあこれが一番分かりやすいということでやっているんですが、ドーンって打ってあげると、
NP リチャージ見といてください。はい、 30% ではなく 20% ということで、3体いると 30% リチャージ、2体だった場合 20%、 1体だった場合 10% ということで、まあ敵の数に応じて NP のリチャージ率っていうのが変わるっていうことを覚えてもらえればいいんじゃないかなと思います。で、正直3体の敵が基本デフォルトだと思うんで、まあ、システム軸の強化っていう意味では割と強いんじゃないかなと思います。まあ光小屋で2人挟んで、まあ宝具連発していくっていうのは結構ありなのかなっていう感じです。そしてジャガーマンですね。ジャガーマンなんですが、第一スキルが強化されたということで、さあ大量獲得で30個獲得してくれました。はい、まあこれによって、まあほとんどの確率でクリティカルをすることが可能となってます。で、うわ 50% で足りねえじゃねえかっていうのがあると思うんですが、第3スキル切ることによってスター集中度を上げてクリティカルでぶん殴ることが可能になるという感じです。で、そのまま攻撃力アップとかうまいこと活かしてあげると OK っていう感じかな。で、まあ確定でクリティカルしたいなって思うんだったら、光小屋とかで第2スキル合わせてあげると、まあこの時点で星がね50個以上オーバーして確定で殴れるっていう状態も作れたりするんで、まあ悪くないんじゃないかなと思います。ただ、まあ、ジャガーマン自体クリティカル軸で強いかって言われるとめっちゃ強いというわけではないんで、そこだけ注意してください。まああくまで宝具等でいろいろ火力も出しつつ、クリティカルでの安定した火力が出しやすくなったって思ってもらえればいいかなっていう感じです。はい、ということでぶん殴っていきましょう。まあクリティカルに関しては普通にいい火力出てくれるね。まあ第3スキルのクリ力アップに関しては 50% で、バスター性能アップが 30%、 攻撃力アップが 30% 入っているということで、星3の中で言うと比較的に火力が出しやすいキャラクターになっているのかなと思います。まああとはやっぱりシンプルにスター大量獲得追加されたことによってクリティカルがめちゃくちゃしやすくなった、プラス、まあ、ジャガーマンじゃなくても他のキャラクターにスターを吸わせることもできるようになったという意味では結構強いんじゃないかなと思います。はい、ということで今回2機のサーバントが強化されたんですが、内容こんな感じとなっております。クローンに関してはシステム軸等で結構強化されているということで、まあ青がねやっぱシステム最強となっているから、そこの補填になっているのかなっていう感じ。そしてジャガーマンに関してはシンプルにクリ軸での強化、まあ自身でスター大量獲得がもっと強くなればいいよねっていうのが補填されたという形になっているんで、まあ両方とも悪くない強化かなと個人的に思います。ただ神強化かって言われるとまだ神強化ではないんで、今後強化されていくサーバントいろいろ見つつ、まあどの強化が良かったかっていうのはまた後々お話できたらいいなと思います。では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。